中村玄光です。太極拳がスラスラ覚えられる方法をお伝えします。この動画は太極拳の楽しみ方を皆様にお届けいたしております。皆様の太極拳ライフにぜひお役立てください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では太極拳をスラスラ覚えられる方法を皆様にお伝えいたします。太極拳はなぜスラスラ覚えられないのか、これは答えはすごく簡単です。3つ問題があります。1つ目の問題はゆっくりだからです。このゆっくりというのがなぜ難しいかというと、途中で訳が分からなくなってしまうんですね。ですから最初には覚えやすいリズム、覚えやすいスピードというのがありますので、そのスピードでやればいいです。ですから太極拳はある程度動作を覚えてから太極拳のスピードになればいいので、一番最初から太極拳のスピードでやろうとすると訳が分からなくなってしまいます。これは私も同じでした。特に私は武術のスピードの速い方の武術をずっとやってましたので、ゆっくりやることが非常に最初は苦でした。ですから太極拳を覚えるためには、まず自分が覚えやすいスピードで覚えてしまえば OK なんです。例えば一番最初の動作、イエマーフェンゾン、胸の前でボールを抱えて脇開く動作ありますね。これもゆっくりやると脇がわからなくなっちゃいます。例えば最初に CC が終わってから胸の前でボールを抱えてゆっくり脇開く、この動作でさえも途中で2つ目3つ目でだんだんわからなくなっちゃいます。そして手の形どっちだっけってなっちゃいますので、まずはこれを簡単に覚えてください。私の場合はこれをまず最初2つの動作に分けちゃいます。最初はボール抱える形と分ける形なので1、2ですね。なので抱えて分ける、抱えて分ける、1、2でしかないです。この1と2の形さえ分かってしまえば、そこに少しずつ付け加えていけばいいです。まず最初は1の動きはボールを抱えるということは両方の手のひらが向かい合うということですね。そしてもう一つの動きは自分の真ん中正中線でボールを抱えている、これが大事です。なので腰が回ったとしても必ず自分の正中線でボールを抱えている、これがまず一つ目の動作。そして二つ目は両手分けるのですが、この前の手は必ず行く方向の正面、鼻先にこの手があるんですよってことが分かってきます。下の手は小指が外に後ろに引っ張ってますが、それはあまり考えすぎなくてもう全然 OK です。目で見えているところで前の手を特に手のひら上向きの状態で終わっていればいい。そして力点といってどこで前に出てるのかというと親指側のここなんですよってことが分かればいいです。この2つの動作をまずやればいいので、ボール抱えてこの1つ目の動き、そして2つ目を分ける、これの反対いきます。正中線と両手を向かい合わせる、そして分ける、最初は1212でいいんですね。これを最初これ以上スピードを速くもせず、そしてこれ以上ゆっくりもしなくても全然いいです。ではここに足が付け加わると2つ号令が増えます。例えば少し後ろからいきますね。まずこれは皆様でいう鏡面、鏡面でいきますから、こちらが皆様の左、こちらが右になります。ですから皆様でいう右手の方で、右手が上でボールを抱えて、そして体が斜めに向きますね。ここがまず1番の動作です。2番目に1個増えます。1歩出るが2です。3で最終形、決まった形、そして4で後ろに座るです。この感じですね。なので1つは一歩足が出ることと重心移動があるということです。これで4つの動作になりますね。やってみましょう。抱えてくださいね。これがまず1番目です。そして2で一歩出て、3で分けます、4で後ろです。じゃあ1で反対の動きですね。1で抱えて後ろ足を寄せちゃいましょう。2で一歩出す、3で分ける、4で後ろ下がる。なのでイエマーフェンゾンは4つの動き、これを繰り返し、こっち側右側と左側と右側1回すれば終了です。なので自分でまず覚えやすくするためには、ゆっくりやりすぎないということです。早めに覚えていけるようなリズムを作ってください。ゆっくりやることよりも少し自分で覚えやすいスピードで覚えてしまう、これが一つのポイントとなります。これがスラスラできる一番のポイントになるかもしれません。そして2つ目のポイントは適当にやってください。太極拳はゆっくり動くがためにたくさんの要求が出てきます。これは何をそんなにたくさん言うのかというと、コマ数が多いですね。いわゆる映像と同じように、ここからここまでのを一コマで考えていくならば、心の中にたくさんのコマがあるほど要求が増えてくるということです。なので単に分けてたらいいものが、そこに下の手が外旋だ内旋だってことが入ってくると、だんだん頭がこんがってしまいます。なので最初に覚えるときにたくさんの要求を聞かない、それはイコール適当にやるということです。そして面白おかしくやってください。
例えばですね、私がよくレッスンで行う面白い言い方について言いますと、シャンフォンゴール、いわゆるこめかみですね、耳やこめかみを挟んでいくというこの形であります。これ結構面白くてですね、何も考えずに、やはりこれって太極拳なので攻撃防御と言いながら何かをイメージしなければなりません。基本は人の頭の幅のはずです。これがたまにすごく狭い人います。これすると、あ、鼻つまんでるんですかっていうふうに言ってしまったりとか、あとはこんな大きい人いますので、そんな大きな顔の人なんですかっていうふうに考えていくと、あ、ちょうど人の頭ぐらいってこんなぐらいなんだなってことが覚えやすくなっていく。こんなような感じでポイントを少し面白おかしく考えていくといいと思います。それは今の私の例えだけではなく、たくさんいろんな楽しい面白いポイントがありますので、それは面白おかしくやってしまう、これが適当に行うことの一つかと思います。ですから自分でどうしたら楽しく面白おかしくできるのかなってことを考えてやってみてください。あまりこう真面目にこううーんって考えながらやるってことはなかなか自分に入っていきませんので、やはり楽しくて面白くて、そして印象深いことは入っていきやすいです。そして太極拳を伝えていく方々も楽しく面白くやることを取り入れてください。これが2つ目のポイントですね。そして3つ目です。太極拳は基本的に立って行います。なぜなら重心移動とか足の方法がたくさん入ってますね。なので立って行うんですけども、人はやはり立ちっぱなしは疲れます。なので3つ目のポイントは座ってやればいいんです。今ここに椅子があります。このように椅子を置いて、例えば休憩しながらでいいです。座った状態で太極拳やるんですね。これは座って行う太極拳を介護用だとか足腰が良くない人用だとかっていうふうに言われてますけども、実はそんなこと全然なくって、座って行う太極拳で非常に重要な練習方法です。これは例えば座って行うことによって、まず背中の力抜きやすいんですね。あまり深く座らないんですが、結構浅めちょうど真ん中のあたりで座るんですけれども、これって太極拳的に言うと腰反りにくいんですね。座っている状態で腰反るってよほど胸張らないとできません。ですので太極拳で座ってやるということは、まず腰の力抜きやすいです。そして2つ目は腰が回る、ちょうど下半身が固定されている状態で腰が回る感覚って非常に分かりやすいです。これは私が皆様にお届けしている動画で、これから座って太極拳っていうのをこれからどんどん出していきますので、ぜひそちらを参考にしてください。これは特に腰の回転が非常に面白くって、人の体って下半身が固定されてるとあまり腰って回りにくいんだなと。腰が回る角度の限界ってすごく狭いです。骨盤が固定されている状態でここからウエストの部分が回るっていうのが本当にちょっとしかいけないです。45度も回らないんですね。本当30度ぐらいしか回らなくて、この幅で太極拳でやってるんだなってよくわかります。なのでこの幅がよくわかりながら、でかつこの幅で腰を回すっていうことがわかる。そして面白いことに、座ることによって股関節が折れてますので、股関節の感覚が非常にわかりやすい。これが座って行う太極拳、座って太極拳の非常にいいところです。そして太極拳はやはり下半身や重心移動に意識がいきますので、その重心移動や下半身のことを考えずに、手のことや上半身のことだけを考えて行える。特に上半身で行うことは開合です。胸が開く、閉じる、そして手の軌道、そして手の形、そこを意識するということは座って行う太極拳が非常にいいポイントとなります。皆様に今回解説させていただいているスラスラ覚えられる太極拳のポイントを3つもう一度整理しましょう。1つ目はゆっくりやらないことです。自分が覚えやすいスピードでまずどんどん覚えちゃってください。自分で覚えやすいスピードでまずスラスラやってしまっちゃってください。これはゆっくりやることによってわけがわからなくなっちゃうからです。そして2つ目、適当にやりましょう。適当に面白くやりましょう。これは太極拳のさまざまな用法要求をあまり考えないでやってください。とにかくやること、一番中心でやることは、他の動画で私解説してますけれども、太極拳の最も重要なことは姿勢と緩みです。さまざまな太極拳の要求はこれを言っているだけなんです。ですけどそれを考えすぎちゃうと、なかなか次の動作を覚えにくくなってしまうので、まずそこを適当にやってください。そして3つ目には、疲れてしまいますから座ってやりましょう。座った状態で手の方法や手の角度や手のやり方、そして、両手のタイミングとか腰の方向とか目線なんかもよく練習できますので、座って練習することによって疲れずにできます。足が疲れてしまうと頭働かなくなってしまうので、ぜひ座ってやる太極拳やってください。この座って太極拳は私がこれから動画でどんどん出していきますので、ぜひそちらを参考にしてください。太極拳がスラスラ覚えられる方法、ぜひ皆様が太極拳をこれから覚えていくにおいて参考にしていただけたらと思います。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。